100年戦争の背景。100年戦争の背景には様々な要因が挙げられるが、イングランド王とフランス王との歴史的な対立を軸に、王権強化による国家の統一を目的とした利害の対立が最終的にフランス王位継承問題により火がついたものである。100年戦争の永遠は、1066年のノルマン征服により、フランス諸侯である、 ノルマンディ公がイングランド王を兼ねたことにまで遡れるが、1154年に、アンジューアンディが、母方から、ノルマンディ公イングランド王位を相続して、プランタジネット長を開き、イングランド王としては、ヘンリー二世、結婚によって、アキテーヌ公国をも手に入れたことで、イングランド全土とフランスの西半分を占める、アンジュ帝国を作り上げたことが直接の原因である。 これによって、プランタジネット家は、フランス王の進化でありながら、フランス王より、はるかに広大な所領を持ち、さらに人国の王位を兼ねるという事態となり、もともとイルド・フランスの王領地以外での権力基盤が弱かった、フランスのカペー朝は危機に立たされた。この強大な勢力に対抗し、倒すことが、カペー朝の歴代フランス王にとっての課題となったで、ある。1203年に、 フランス王フィリップ2世は、プランタージネット家の内部対立を利用して、ジョン王からアキテーヌを除くフランス領土を接収することに成功した。さらにブービーヌの戦いの勝利により、これらの領土を確定した後、1215年に王太子、ルイ、ルイ8世は、イングランド諸侯の指示を受けて一時ロンドンを占領し、大官を目前とした。しかし、1216年に、 ジョン王が急死し、幼いヘンリー3世が即位すると、イングランド諸侯は、ヘンリー3世を支持したため失敗に終わった。ルイ8世はその後もイングランド征服を狙っていたが1226年に死去し、幼いルイ9世が即位した。これを後期として、すでに成人していたヘンリー3世が二度にわたって、フランス領土奪回のための侵攻を行ったが共に、失敗し、帰って残っていた。 アキテーヌも占領された。しかし、ヨーロッパの平和を望むルイ9世は、イングランドとの交渉の終結を望み、1243年に平和条約を結び、ヘンリー3世が真珠の礼を取ることで、ボルドーを中心としたアキテーヌの一部であるギュエンルトガス購入を返却した。これにより、イングランドフランス間の平和は続き、イングランドは、ウェールズ、スコットランド、 アイルランドなど、ブリテン諸島の支配に力を注ぎ、フランスは大陸の問題に集中した。しかし、国家統一への歩みの中でフィリップ4世が中央集権的な支配を確立するには、フランス王国にありながら、独立的な地域である南のガス購入と北のフランドルを摂取する必要があった。同時に毛織物によりヨーロッパ有数の産業地であり、フィリップ4世ヒジャンヌが、 フランスでは王妃は私一人だが、この地ではすべての女が王妃同様の暮らしをしている。というほどだったフランドルとワインで豊かなボルドー地域を含むガスコーニュを有することは経済的にも重要であった。しかし、フランドルは毛織物産業を通して羊毛産地のイングランドとの経済的関係が深く、フランドルをフランス王に直接支配されることは、 イングランドの経済にとって大きな脅威となった。また、イングランド王の威信にかけて大陸に残った最後の領土ガスコーニュを失うことは許されなかった。1294年から始まるフランスとイングランドとの戦争はフランスがガスコーニュ、フランドルを接収しようとしたことに対するイングランドの抵抗とイングランドの牽制のためにフランスがスコトランドと同盟。 古い同盟を結んだことからなるものであり、この構図はそのまま百年戦争の時まで続いたため、1294年を百年戦争を含む一連の戦争の始まりとする見方もある。イングランド、フランスは共に、小国の同盟者であるフランドル、スコットランドを見捨てて、1299年に休戦協定を結んだため、イングランドは、スコットランド、フランスは、 フランドルの統合に一旦成功したが、それぞれ根強い抵抗、スコットランド独立戦争、金白者の戦いのため最終的に失敗した。中世の封建制度においては、封建関係は領土ごとに結ばれるため複雑であり、また、封建義務も緩やかであったため、ある領土の所有において君主が他の君主と封建的親入関係を結ぶことは、さほど珍しくなかった。しかし、 封建義務違反は所領没収の口実となり、フィリップ2世は総主権を盾にして、ジョン王の大陸領土の大部分を没収し、その後もフランス王は残ったアキテーヌ、ガスコニュに対して干渉を行った。また、封建義務として、イングランド王はフランス王の戴冠式に出席しなければならなかったが、1314年のフィリップ4世の死後、 14年間で5人の王が立ち、その度に出席を強いられた。費用や対面上の問題に加え、フランスを訪れる際に、フランスに有利な交渉を迫られることもあり、イングランド王にとってガス購入の総試験は苦痛になっていた。このためイングランドはガス購入の総試験を含めた完全領有を目指すようになった。フランスはその後もガス購入の接収を狙い、 エドワード二世の治世で、イングランドが混乱している時に、総試験を盾に、一旦、ガスコーニュの接収に成功した。しかし、1328年にシャルル四世が亡くなり、カペイー長が断絶し、代わって、バロア家のフィリップ六世が、大いにつくと、エドワード三世の王位継承権と引き換えに、ボルドーの周辺を、エドワード三世にし、ガスコーニュ公として、 冒険的真珠を誓わせた。1316年に、ルイ十世が亡くなった時、男子の後継ぎがなく、唯一の女子、ジャンヌが、王妃の不倫により、王家の血を引いていないのではないかという疑惑があったため、女性の当主を認めないサリカ法典を理由に、ルイ十世の弟のフィリップ五世が王位を継承した。フィリップ五世にも女子はいたが男子はなく、弟のシャルル四世が後を継いだが、 シャルル4世にも男子がないことで、再び後継問題が浮上した。フランス貴族の多数は、外国の君主がフランス王になることを好まず、男系の長系であるバロア家のフィリップ、フィリップ6世を選び、ジャンルの系統やプランタージネット家に王位が渡ることを避けるために、サリカ法典をさらに拡大解釈し、女王のみならず女系の王位継承をも禁止した王位継承法を制定した。 当時のヨーロッパでは、男系優先ではあっても、女系の継承権を認める慣習が主流であり、フィリップ4世の娘である母、イザベラを通して、女系の継承権を有するエドワード3世は異議を唱えたが、エドワード2世の敗因により混乱が続くイングランドの状況では、これを認めるしかなかった。1337年における、エドワード3世の王位継承権は、 決して非現実的なものではなかったが、すでに、フィリップ六世が即位して10年が経って、既成事実化していること、女系を含めた継承権でも、ジャンヌの子である、ナバラオ・カルロス二世の方が優先することからも、実現性は低かった。また、新生ローマ皇帝やローマ教皇、その他の周辺諸国も強力なフランスが分割さて、弱体化することは、支持できても、イングランド、 フランスを合わせた強大な君主が誕生することは認められなかった。エドワード3世が再びスコットランドの統合に乗り出すと1334年にフランスが亡命してきたデービッド2世を保護し支援する意図を見せたため両国の関係は再び悪化した。イングランドはこれまでの経験からスコットランドを併合するにはフランスを叩いて手を引かせる必要があること。 ガスコーを確保するには、イングランドからの支援なしに防衛できるだのまとまった、領土を、総主権をと有する必要があることを学んでいた。エドワード三世は度重なるスコットランドとの戦闘の、勝利によりロングボウを中心とした、軍事力に自信を深めており、王位継承権を大義名分として、アキテーヌの失った領土はもとより、ジョン王の時代に失った安住帝国時代の、 大陸領土を取り返すことを狙っていた。一方、フランス王フィリップ6世も優越する国力に自信を持っており、デイビッド2世をスコットランドに戻して牽制させながら、ガスコーニを完全に併合し、フランス王国の支配を完成させることを目指していた。当時のローマ教皇はすでにアビニョンに滞在し、アビニョン補修、暗黙にフランス王を支持しており、 中立的な調停者として権威を喪失していた。一方、新生ローマ帝国では大空位時代は終わったものの、ハプスブルク家、ルクセンブルクやビッテルスバフハ家が交互に定位についており、当時の皇帝、ビッテルスバフハ家のルートビヒオは、ローマ教皇と激しく対立し破門されていた。フランスは、フランス王大使ジャン、後のジャン二世と婚姻を結んだ。 ルクセンブルク家を支持していた。こうした中で、エドワード3世はルートビヒ4世と同盟し、フィリップ6世はローマ教皇ベネディクトゥス12世の権威を利用しながら、共に定置諸行の支持を得ようとしていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。